2023年11月29日水曜日、船橋クイーンショーの予想動画です。よろしくお願いいたします。動画内における解説や印については、あくまでも投稿者の見解や感想を述べたものであって、的中を保証するものではございません。勝ち馬投票権の購入は個人の責任において投票ください。出走馬と枠順です。クイーンショーは3歳以上牝馬限定のハンデ戦、船橋ダート戦800メートル左回り、指定交流競争ということで、中央から4頭地方からは難関5頭、岩手、笠松含めた計7頭が参戦、11頭立ての競争となります。人気を集めそうな馬はやはり中央の馬たちで、ライオットガールパライバトルマリン、そして大外に入った昨年のこのレースの覇者、テリオスベルト、上位は三つどもえの様相を呈しております。地方勢のメンツはやや小粒で勝ち負けまでは厳しく、前がやり合うなどの展開の助けが欲しいところですね。ハンデについてもトップハンデはテリオスベルの 56.5 キロ。その他の金量は3歳馬や地方馬も多く総じて軽い印象ですが、実績的に妥当な範囲といえ、ハンデよりも実力重視で、考えるべきレースだと予想します。レース展開のポイントと力関係、まず、枠の並びを見て思ったのが、出口を入れてでも何が何でも花を主張する。テリオスベルが昨年同様、大外からレースを進められるということ、花に立つタイミングはあくまでもスタート次第になりますが、よほどの出遅れがない限り逃げるのはこの馬でしょう。うちの方にも天に早そうな同系のパライバトルマリンがいて、この2頭はすでに8月の紋別ブリーダーズゴールドカップで対戦済み。その時はテリオスベルが逃げて1着、パライバトルマリンが番手から2着と、騎乗するジョッキーのスタイルや馬の特性を考えた時、今回も同じような展開になるのではないかと見ています。ただ、戸崎騎手が引かないイレギュラーなケースの場合は、枝照さんの馬も付き合うしか選択肢がないので、その後ろで笑うライオットガール岩田未来くんの出番ですかね。おそらく勝ち馬はこの力が拮抗した上位人気3頭の中から出るはずで、早めに隊列が決まりペースが落ち着けば前の2頭が有利。スムーズなら馬券内を独占して固く収まるレースです。JRA 勢の中で唯一名前が上がらなかった池添ジョッキーが乗る美人は、芝、ダート兼用タイプで中央3勝クラスまで勝ち上がったように、脚力はありますが地方ダート適性は全くの未知数。また、直近1年は芝コースを使われていたため、初ナイターやキックバックなど、久々のダート競馬に戸惑う可能性もあります。正直、現状ではあまり買いたくなるような馬じゃありませんが、やや低調なメンバー構成だけに地方馬上位と同等の評価とします。印です。本命は、11番テリオスベル。前走の JBC レディスクラシックではやや出負けもあってか？結局一度も先頭に立てず不完全燃焼の敗戦。それでも4コーナーでは外から一旦ガチ馬に並ぶまでの足を使い、強敵相手に直線5着まで粘るのですから、やはり無尽蔵のスタミナは健在でしょう。誰がどう見てもロスの多い競馬と言えますが、それがこの馬の個性、持ち味であって最大の武器でもあります。今回はメンバーが大幅に弱化して、何より包まれない大外に入れたことが最大の評価ポイント。途中からでも自分の形に持ち込み逃げられる展開になれば、トップハンデとはいえちょっとやそっとじゃ止まらない馬です。手の内に入れている鞍上と昨年の再現も可能と見て本命とします。対抗は、1番ライオットガール。この馬も前走は JBC 組でテリオスベルと僅差の6着。直前に乗り換わりのアクシデントもあって、レースでは探り探りの競馬となってしまったのは残念だが、3歳のこの時期にフル馬と走って崩れないのだから能力はある。実際、2走前の多いレディスプレリュードでも、テリオスベルに先着し、コンマ1秒差の3着と惜敗しているように、牝馬限定重賞なら力的にも十分足りることを証明している。船橋コースは初となるが、左回り新潟戦800重賞レパードステークスの勝ち馬で、3歳ボバのオメガギネスを破っている点も高く評価して良い。最内は嫌だが前が飛ばしてくれる展開なので包まれることはなさそう。相性の良い岩田ジョッキーに戻るのもプラスだろう。本命と対抗の差は自分で競馬を作れるかどうかの違いと。JBC の内容もテリオスベルの方が中身が濃いことを踏まえ、今回は対抗までとした。当然、前が必要以上にやり合えば逆転候補の1番手だ。単穴、黒三角は、3番パライバトルマリン、キャリアまだ5000期待の3歳馬で人気も集めそう。ただ、正直この馬の評価が一番迷いました。決して能力が劣るということではなく、人気馬3頭の中で1番競馬はしやすそうなのに、1番勝てるイメージが湧かないのです。仮にテリオスベルを追いかけすぎるとスタミナ切れで、後続の馬たちの強襲を受けそうだし、かといって中途半端に控えても切れる足がない分、届かないだろうし、好位置はキープできても前後の馬の動きに左右され、
終始プレッシャーがかかり仕掛けどころが大変難しく感じます。まあ、そのあたりは難関を知り尽くした男と先啓太騎乗ですから。騎遊に終わればいいのですが、この馬は2走前の川崎、関東オークスで初重賞勝ち。前走は夏の紋別ブリーダーズゴールドカップでテリオスベルと対戦し2着。今回は休み明けの分馬の反応も気になるところですね。まだそこを見せておらず、これまでと違った面を引き出す可能性も残しておくべきで。3番手の評価です。以下の馬たちの印はこうなります。上位3頭が強力なため、3着争いで紛れがあるかどうか、いずれにせよ本命、対抗を1着固定で、当日オッズと相談して資金配分しないと、儲けは出そうにありません。以上、船橋、クイーン賞の予想と見解でした。